歯医者さんのつぶやき。小池デンタルクリニックの小池です。お盆真っ只中っていう感じですよね。お盆の時期とかに昔だとやっぱみんなねお休みを取ってそこで家族集まってみたいなこともあったかもしれませんが、最近だとそうした会社が休みを作ってないっていうような形で、その代わりその夏休みという形で有給がその分プラスアルファでもらえてるような場合、そうそうみんなねお盆の時期外して休みを取って前後でね旅行に行ったりとか、夏のこのお盆っていう時にっていうわけではないけど、ある程度のその人数ちょっと離れた親兄弟みたいなのが一箇所に集まって、ばあちゃんと孫あたりまでこう集まってみんなで団らんするなんていう機会が昔より減ってきてるんじゃないかななんていうね、そんな懸念を勝手に抱いたりしてますけれども、でみんなが集まるっていうことになってくると、やっぱり年寄りを見る機会が子供にもあり、子供をめでるおばあちゃんがいてなんてことにもなってくるわけですよね。お子さんは、おばあちゃんの入れ歯を見る機会があったりなんていうこともあるかもしれない。でそんな時におばあちゃんがやっぱりお子さんとお孫さんとしっかりね、お話をしようという時に、入れ歯がカタカタしてるとこれ喋りにくいっていう形になります。今ねお盆の真っ只中、こんな時に言われてもと思われるかもしれませんが、やっぱり片付かない状態の方がやっぱりいいですよね。今回もしね、お盆をねそうやって過ごしてる時にお孫さんにおばあちゃん何言ってるかよくわかんないなんていう感じでたどたどしく喋ってた方、これを機会に、盆が明けたら歯医者さんに行って片付けないような入れ歯にしてほしいなんていう相談をしてみるのもいいかもしれないです。でそういう入れ歯も一度作ればずっと使い続けれるのか、歯がないからいつまでも使えるんじゃないかと思えるかもしれませんが、体だってね痩せたり太ったりとかいろいろ体型変わったりしますよね。骨だってこう細くなったりとかいろいろします。口の中だけ環境が変わらないなんてことはないんで、歯がなくったって形はやっぱり変わってきたりします。ですから軽い変化ではあれば裏打ちするような形で形を整え直すこともできますし、大きい変化だったら作り直した方がいいでしょうという形にもなるので、入れ歯やはりその時の状態によって口の中でちゃんとフィットする状態に持っていっておくっていうのはやっぱり大事だと思います。そう入れ歯ではなく部分入れ歯とかそういったものでもよりね安定する状態に作ることっていうのはやはり可能です。例えば保険の入れ歯、保険外の入れ歯っていうものがありますが、保険外の入れ歯になってくるとやはり設計の自由度っていうのは使う金属量とかそういったものも多くなるので設計の自由度が上がり、その分だけ安定度の高い入れ歯なんてことも作ることができますから、大量の金属を使ってしかも加工の仕方をね複雑にし、そして違和感のないような棒状のバーが入るんではなくプレート状みたいな形にして極力薄い状態ね、そうすることで違和感が少ない、薄ければやっぱり違和感少ないですよね。でそういった状態でさらにベロの動きを邪魔しないような状態にも薄い方がなりやすいってことは喋りやすいにもつながってきますから、安定度が高く喋りやすく食べやすい入れ歯っていうのがやはり保険外のものの方が作りやすいという形になります。こう入れ歯がね保険と保険外の違いよくわかんないって言われる方もいるかと思うんですが、ね、世の中の商品何でもそうですよね。かけるコストによって仕上がってくるものが変わってくるっていうのはこれは残念ながらそういった法則が民主主義の世の中どうしてもありますので、入れ歯やはりお金をかけてればその分だけいいものになるという車椅子松葉杖、そういったものでもやはり義眼義足義手こういったものね、より違和感のないフィットのいいものっていうのを求めていくとやはり保険外のものにたどり着いていくイメージこう分かりやすいかと思うんです。口の中もやはりそうなんでね、サイズとしてはそういったものよりは小さいかもしれませんが、やはりよりフィットの高いもの、より安定性の高いもの、より使い勝手のいいもの、話しやすい食べやすいそういったものをこう望むのであれば、そういう一つ候補として考えてみるのもいいんではないでしょうか。さあ盆が明けて、歯医者さんに駆け込む人がこれで何人いるかなと思って、今日はこの辺で失礼します。最新設備を使用した上質な治療をあなたに、福山市江南町小池デンタルクリニック。電話 084-983-0418